これ、うん、伏せちゃって来たら始めますよ。しょっちゅうKMI に引き続き会議を開きます。答弁からです。はい、新井健康福祉部長。健康条例もしくは、健康宣言というようなことについての取り組み状況というような、ことでございますが、先ほど大野議員からこう見てきた見附試算とか三条試算、そういうところの事例を見るとですね、まずはやはり全体的な取り組みっていうか、そういう地域での実際の状況、そういうものを把握しながら、答弁でも書かせていただきましたけど、ポピュレーションアプローチ、あるいはハイリスクのアプローチ、そういうものを的確に出した上で、その地域ごとにですね、適切な状況というか、どういう取り組みをしていったらいいだろうかということを、地域の皆さんとですね、話し合いをしながら一歩ずつ進めていくというようなところがございます。で、これから先のことでございますけれど、私どももですね、できるだけ年内には今後の進め方については一定程度方向性を出してですね、今お話しさせていただいたようなことについて少しずつ進めていきたいと。ただやはり私どもこの健康スマートウェルシティの大きな課題であるのは、やはり2025年の問題についてどういうふうに健康寿命を伸ばしていこうかというようなことを目途にですね、目標にしてございますので、そういうことも含めて今後できるだけ早くにそういうものをスケジュールを示して、全庁的な調整を含めて、またあるいは議会の方にもお示しをしたいというふうに考えているところでございます。大野議員。はい、ありがとうございます。今回、視察は織戸議員と松田議員と3人で行ってきたわけですけれども、私、最初に述べたようにですね、割とこう具体的な政策の中身が主になるんではないかなと思って、行ったわけですけれども、実際のところはトータルでどういうふうにそれぞれの市で考えていて、でいろんな政策とどう結びついて、どう位置づけてっていうところが非常に体系的にまとまっていたなという印象もあって、で、これは別にスマートウェルネスシティを目指すかどうか別にしても、やられている政策がそれぞれあるんだと思うし、多摩市においても別にそういうことを目指す目指さないにかかわらずやらなきゃいけないことはあるかと思いますが、しかしここでスマートウェルネスシティということで目指そうとしていることが、実はそこでスマートウェルネスシティという枠組みを使うことで非常に体系だって整理できる、で市民にもすごくそれが伝わるんじゃないかと思うんです。だから私は今回これを取り上げた背景としては、ぜひそういうトータルなビジョンという視点からの取り上げをしていきたいと思ってます。でまた織戸議員の方からも後日一般質問あるかと思いますけども、その前哨戦としてぜひトータルな考え方については今日ですね、きちんと伺って、また具体的なことにつなげていきたいなと思ってるわけです。でまずご答弁いただいたように、なかなかその今私が言ったように全庁的な取り組みを目指しているからこそ、いろんな調整が必要なので、すぐにどうこうって話は多分なかなか今すぐは出ないんでしょうけれども、ただ年内にはその具体的な方向性も含めてお示しをされるというような方向だったので、ぜひそれは私が今言ったようなことも背景に据えてですね、取り組んでいただけたらなと思います。でこれも前お尋ねしたことがあるんですけども、市長が昨年再選された後ですね、健康条例を作りたいといったのことも選挙の時おっしゃってて、それが今回の総合計画の
中でもそういったものについてどうしていくかということが謳えているわけですけれども、現状で結構ですから健康条例あるいはその健康都市宣言どちらかをこうやっていくようなことについての可能性を触れられていたんですが、今までこれに向けての現状の取り組みはどうなっているんでしょうか。お伺いしたいと思います。新井健康福祉部長。このことにつきましては、以前から大野議員の方からもご提案ございます。で、私どもの方としてはですね、先ほども申し上げさせていただきましたけれど、この条例やあるいは宣言、こういうものについては、本当に市民の方々とですね、市民の方々の健康に関する意識というんですかね、そういうものを醸成しながら、市民の方と一緒にこのことについて考えて、もしかしたらその市民の方からのご意見で条例を作るべきじゃないか、あるいは宣言でいいんじゃないかと、そういうこともですね、議論をしながら検討していきたいと。ただ先ほども申し上げさせていただいたように、まずはポピュレーションアプローチとハイリスクのアプローチ、このことについて具体的にどのように取り組んでいくことをまずは進めていきたいというところが現在の状況でございます。大野議員。もちろんね、そういうその市民がどのように考えているかということも大事だとは思うんですけども、一方で、スマートネスシティという発想自体が別に市民の方から出てきたというよりは、やっぱり市長なり行政の方から打ち出してきている部分が大きいわけですから、ある程度の道筋的な提案というのはもっと見えた方がいいんじゃないかなというのが私の意見です。そこはもちろん市民の意見を無視していいと言っている意味ではなくて、やっぱりある程度ガイドになるようなものは用意して、その上で市民の皆さんにもこう入っていただきながら、場合によってはそういうところを微調整していく中での市民の意見の反映というのは必要だと思うので、やっぱりここはもっと行政あるいは市長のリーダーシップというのがあってもいいと思いますので、なんだかんだ言っても年内に方向性ということがあるようですから、その中でもそこをやっぱり意識すべきじゃないかなと思います。そこでお伺いしたいんですけども、地域包括ケアなんかの取り組みもね、まずやらなきゃいけないということがあって、その中のその上に健康都市という考え方があろうかと思うんですが、どちらでも言われている中で、子育て中であっても、あるいは障害を持っていても生きがいの持てる町ということが、言われています。でそこを目指す方向性がそういうことを打ち出されていること自体は私は大変結構なことだと思っていて、そういうことをきちんと魂的に打ち出すことが魂の独自性だとも思うし、一つの私がさっき言ったようなガイドかなとも思います。つまり単なる体面の健康を部分的に押し出すというよりは、しっかり生きがいというものを根底に据えた上でこういう町を目指そうということ自体が行政が果たすべき仕事としても今後の時代求められることだと思いますから、ぜひそれはしっかり今後も継続していただきたいわけですけども、で気になる中ではですね、いわゆる高齢者を対象にしたこと、障害者を対象にしたことっていうことのイメージとしては持ちやすいんですけど、例えば子育てをしている人たちに対して、あるいは子どもっていうことかもしれませんけれども、そういった人たちに対してのスマートウェルネスっていうことについては、市としてはどのようにお考えでしょうか。井上子ども青少年部長。健康福祉都市の中での子育てのということでご質問をいただきました。誰もが幸せを実感できる街、簡単に要約するとこうしたものがスマートウェルネスティ健康都市というところの中核かと考えてございます。多摩市子ども子育て支援事業計画、このを目指す街の姿として一人一人の子どもが健やかに成長することができる街多摩ということを掲げさせていただいてございます。保育サービスの質と量の充実、地域子育て支援拠点施設の機能の強化など本事業計画を実現して、また子ども若者も含めた関連機関関連の組織町内組織含めまして連携を進めていく中で取り組んで健康都市こちらの構築の一つを担っていければと考えているところでございます。
大野議員、はい、ありがとうございます、まあ、これについてもまだ具体的なことの取り組みということがなかなか打ち出せないのかもしれませんけれども、昨日向井議員が質問なさってたような内容です。ああいったことなんかが実はこういった問題に当たるんじゃないかと私は思いました。やっぱり本来ならば全庁的に取り組めてい いなきゃいけないことがなかなかまだできてないっていうご指摘が昨日の質問でもあったように思いますけれども、こういったことを取り組む中でもスマートウェルネスの中でもですね、私はやっぱりこれを機会にですね、やっぱりしっかり位置づけていくことも必要じゃないかと思います。で、子どものことはもちろんですけれども、子育てをしている人に対してもきちんと何だろう、いろんなことについてやっぱ相談できるんだっていうようなところをね、やっぱりしっかり示していくことが一人にさせないっていうことが私は大事なことだと思っているので、ぜひそれもスマートウェルネスの中でもあれもこれもになるかもしれませんが、しっかり体系としては位置づけるべきじゃないかなと思うわけです。そうすれば単純に体の健康面だけに限らず、そういった問題についても市は、しっかり見捨てないで、きちんといろんなことの手助けというか窓口にはなるということが、ね、伝わると思うので、やっぱりそういったことの打ち出しが必要じゃないかと思うので、その点について、私としては強く求めていきたいと思います。さて、もう一点、先ほど、障害者の問題についてもスマートウェルネスや、多摩市版地域包括の中でも訴えておりますけれども、これについても以前伺ったことあるかと思うんですけど、改めて障害者についての取り組みの方向性については、スマートウェルネスを目指す中でどのように考えていらっしゃるのでしょうか、伺いたいと思います。新井健康福祉部長。スマートウェルシティの目指すところでは、子育て中であっても障害があってもお年寄りであっても、みんなそれぞれが生きがいを持って安心して暮らしていきたいということが、その目的でございますので、障害者の方のことでございますが、ご承知のように来年4月から障害者差別解消法が施行されますので、そういう方たちへの、まずは市民の方に障害者の差別の解消というか、そういうことを、以前にもお話しさせていただきましたけど、講演会、そういうものを、開いていくことも必要ですし、あるいは今お話があったようにですね、障害者の方たちが、地域の中で集えるような場所というか、そこには子育ての方たちも入られたり、あるいは高齢者の人たちが入られたりと、これは、障害というか政策が最初にやってましたけれど、富山方式といわれるこの呼び止まれ方式というのがあるんですが、そういうことなんかも私どももいろいろ検討をしていきたいと。ただ具体的にじゃあ障害者の方たちにこういうことをしますというところまではまだありませんが、そういうふうに先駆的に取り組まれている事例なんかをもとに、多摩市でできるものを、やっていきたいというのが現状の考えでございます。大野議員、はい、ありがとうございます。いろんな意味でね、試行錯誤的なところもあろうかと思うんですけども、具体的な取り組みをやっぱり重ねていっていただきたいなと思います。その具体的な取り組みの一つとしては、多摩市では例えば、災害時のですね、要支援者ということで、引き算をモデルに個別支援計画なんかも作ったりといったことがやられてきて、で今回質問もさせていただいたわけでございますが、ご答弁の中ではですね、最初のご答弁の中では、ニュータウン地区で、自主防災組織に働きかけを今しているんだというお話なんですけれども、その辺の見通しというのはどのように捉えていらっしゃるんでしょうか。またもう一点、引き算の現状というのは どうなんでしょう。課題があるとすれば、どんなことだと考えていらっしゃるでしょうか。中村総務部長。自主防災組織における、
援護者、要配慮者の取り組みでなかなか、まあ、議会でも何度かご質問ございました中では、地域全体になかなか進んでないという実態は、確かに私どもとしても認識してございます。そうした中で、先駆的に既存地域の巻沢地区では、さまざまな取り組みを行っていただいておりますが、今回、今年度中、ニュータン地域、特に落合地区、今回、総合防災訓練を実施しましたけれども、落合地区での取り組みを、ぜひ今年度中にですね、新たに、そこで、実施したいというふうに考えてございます。そういうことで、まあ、なかなか過去からですね、年間計画的にどんどんこの箇所を進めていきたいということがありましたけれども、今年については、どうにかニュータン地区の集合住宅を母体とした自治防災地区でやっていきたいというふうに考えてございます。あと、巻沢地区での課題ということでございますが、まあ、全体的な避難支援の関係の要配慮者への対策というところでは、やはり、まあ、いくつか取り組む中でも課題はあるのかなというふうに考えてございます。まあ、具体的に要配慮者のきめ細かい対応については、支援者が高齢者から障害のある方、子育て、妊娠の方とかさまざまいる中では、公庁による単独の取り組みはなかなか難しい中では、どうしても自主防災組織を中心にした地域、まあ、いわゆる共助による取り組みは不可欠であるという認識してございます。ただ、現状において、まあ、課題として考えてございますのは、支援者、いわゆるサポーターの人材の不足であったり、そのサポーターに、まあ、特定の方にどうしても過度の負担がかかってしまうというところが大きな課題であるという認識でございます。そういう意味では、地域における要配慮者への支援、いわゆる行うサポーターのそのを広げるということが、巻沢地域においても一つの課題ではないかというふうに認識でございます。大野正樹議員。ありがとうございます。まあ、今回総合防災訓練やる中で、私のいる自主防災組織でも、やっぱり地元であるかにはあまりにも参加者が少ないと、意味がないんではないかということで、市の呼びかけのポスティングとは別に自主防災組織としても独自に声かけをして、おかげさまで当初見込んでたよりは少し多めの方が来ていただいてよかったなと思っていて、でただそこで感じたのは、訓練に参加するということよりもやっぱり何かあった時にこう顔を出していただけたり集まれるということの方が大事じゃないかと思ったわけです。実際にお声かけする中でも、いや私はちょっと体が悪いので参加できませんとか、あるいはちょっとこの時は私はもうちょっと無理なんでみたいなお話があったりとか、あと実際には今の要支援者の話じゃないですけど、今回私も改めて地域の中でも、ここにこういう施設けど障害をお持ちの方がいたんだとか、あるいはこういう方がご家族にそのお宅にいたんだみたいなことが初めて分かったりもして、そういう意味ではこういう訓練を通じてですね、いろんな発見があったわけです。だからやっぱりそういった人たちがいい意味でこうカミングアウトしてもらえるような機会をどう作っていくのかが大事だし、訓練そのものや支援計画ももちろん大事なんですけども、まずそういう状況をどう掴んでいくのかということですね。そういう取り組みをぜひ今後地域の中でできる形でやっていただけるような促しをしていただけたらと思うわけです。さて今回防災訓練の話を今しましたけども、大きな特徴だったのはやっぱり中学生が正式な訓練の参加メンバーとして位置づけられたということで、まあ、今回あいにくお天気が雨だったんでね、きちんとした訓練はできなかったわけですけども、AED の訓練だけ体育館で、二手に分かれて行うということだったわけですが、その中を見ただけでもですね、非常に中学生が頼もしいなと私は思いました。でそれを見ている大人の人たちがまたそれを見て刺激を受けたなっていう気がしたんです。非常にそれが良かったと思いました。やっぱりいろんな世代の人たちが一生懸命できることをやろうとしているっていう姿で、しかも中学生が今回はAD に限られてましたけども指導的な役割を担ったっていうことが非常にこれは大きなことだと思っています。でぜひですね、そこは今後もしっかりやっていっていただきたいと同時にですね、私はそこでさらに、思うのは、これもかねてから言ってきましたけども、そういう中学生が入るのはもちろん結構なんですが、やっぱり実際に今地域でいろんな自主防災組織や自治会管理組合みたいな人たちが高齢化が進んでいる中でね、地域でどう担い手を作っていくかということが一足時に中学生ということにはやっぱりいかないと思いますので、やっぱり中学生や小学生の保護者世代に当たる人たちを
どう巻き込めるかが一つの鍵だと思っています。で今回も、自発的に宿泊訓練で去年経験したっていう人がご家族で泊まってくれたりとか、そういった人たちもいたんですけども、なかなか地域の方で来る方がどうしても、自主防災組織のおなじみさんが出てきて泊まるといったところにとどまってしまっていて、なんかそこの課題はあるなと思ったわけですけども、これは例えばですけども、今回中学生が参加するにあたっても、たまたま私は前日校長先生にお会いしたら、まだ参加したいっていう生徒がいないんだよっていうのをこぼしているのを聞いたんですね。そしたら訓練の当日になったら3人の女子中学生がボランティアで名乗り出てくれて宿泊をしてくれたというような状況があったんで、私も正直と驚きました。ですのでそんな動きもある中、私は保護者に対してもね、任意で呼びかけをもっとすべきじゃないかなと思います。そうでもしない限りは地域でいろんな経験を持った人が作れませんし、なかなか一般的に不特定多数の人に呼びかけても参加できる方が限られてしまうわけですけども、今回の中学生参加を契機にですね、ぜひ保護者にも任意で声かけをするということについてはいかがお感じでいらっしゃいますでしょうか。神山教育部参事。まず落合中学校で行われた中学生の参加について評価をしていただきありがとうございました。やはり学校を通してさまざまな取り組みを紹介し、保護者の方たちにも情報を発信するということにおいては大変意義深いと思っております。今回の成果を踏まえて、これからも学校が情報発信を行っていけるように教育委員会としては支援していきたいなと考えております。中村総務部長。当日は、大野議員も昼間から夜までいろいろ参加していただいて、つぶせに中学生の活躍を見ていただいたと思っております。これに参加した各機関の方々、また職員からも積極的に非常に活躍していただいたということで、非常に訓練自体でも助かったということと、その大きなこれからの災害時の地域の戦力として期待できるというような感想をいただいてございます。で大事なのは、やはりこれを一過性の訓練でその場で終わらせるのではなくて、できればこの体験を各家庭の中でですね、話し合っていただいて、保護者も含めた、いわゆるご提案ございました、保護者も含めた家庭自体ですね、担い手としてなっていただくということ、やはりその中では、自主防災組織というところに参加するということの敷居が高いということであれば、いわゆるお子さんを通じた家庭単位での訓練の参加ということも、一つの検討課題ではないかというふうに認識してございます。大野議員。はい、やはりですね、今回、防災訓練を通じてだったんですけども、やっぱりいろんな世代の人たちがいろんな立場を超えて協力し合うという場面に入れたということが、非常にやっぱり私も今回こういう質問をするにあたっても、自分の言ってきたことは決してやっぱ違ってなかったなという思いが強くありました。やっぱり防災を通じていろんなコミュニティの情勢を図っていくことで、スマートウェイシティでも、共助の部分から特にこの防災の問題についても、他の先進地でも、歌っていることもあってですね、やっぱりどんなに時代が変わっても、例えば今回見附市に私視察に行った時にですね、たまたま見附市の議員の方が対応してくださいました。でいわゆる団塊世代の方なんです。で地域が違うから発想も違うのかなと思ったら、やっぱり団塊世代の人たちだと必ずしも代々受け継がれてきた土地にじゃあずっと住むっていうような意識を皆さんが持ってるかっていうと、必ずしもそうではなくて、例えば多摩市じゃないけど新しいなんか郊外の住宅地に住みたいとか、そんな思いもあって暮らしている方も非常に多いんだっていう話もありました。ですので地方の方でも必ずしも今までの枠組みではコミュニティもつながっていかない実情っていうのが一旦も除けたような気もしました。しかし災害の問題っていうのは必ずしも地域を越えていろんな交流しようと思ってもそれができない可能性がありますね。特に大きな地震だったりすれば、嫌でも地域で助け合わなきゃいけない、コミュニティが機能しなきゃいけないっていうことがあります。それは私がこの問題を取り上げている背景はそこがあるんです。別に私はもともと防災のことについて詳しいわけでもすごく関心がもともとあったわけでもないんですけども、やっぱり 3.11 を契機にして嫌でも地域がつながらなきゃやっていけない状況が
行政が機能しないときには余計に問われるということが身に染みたからなんですね。だからこの問題は決して私は切り離してはいけないと思っているので、ぜひコミュニティの醸成ということにつなげていく一つの防災の取り組みというのが契機じゃないかと思うわけですけども、スマートウェネスを取り組む中でのコミュニティの取り組みということについて、どのようにお考えか改めて伺いたいと思います。新井健康福祉部長。改めてコミュニティをどう取り組むかというところでございますが、答弁の中でも書かせていただいてますけれど、やはりソーシャルキャピタルというか、そこの地域の人たちの結びつきというか、そういうものをですね、新たに今までもその多摩市としてはコミュニティ政策をしてきましたけれど、今度は健康という視点に基づいた新たなそのコミュニティっていうんですかね、そういうものを地域の中で毛細血管のようにですね構築していくってことがやはり大事かなと。でなかなか私たち人間はですね、一人だけだと何か行動しててもだんだん飽きてきちゃうんですけど、これが複数の人間でやっていけば、継続性も出てくると。でましてや本当に健康寿命を延ばすためには一日一日本当に短時間でも少しでもこう運動っていうか、そういうことを体を動かしていこうとか、あるいは食事をしようとか、そういういろんなことを継続してやっていくのが大事だというふうに言われてございます。ですので、私ども健康スマートウェルシティを進める中では、そういうコミュニティを地域の中に醸成していきたいというふうに考えているところでございます。東島暮らしと文化部長。地域コミュニティとスマートウェルネスシティということなんですけれども、先ほど来お話を伺ってて、スマートウェルネスシティを構築する上でやはり孤立を防ぐということが一つのポイントだというふうに思います。でそういった意味ではソーシャルキャピタルという言葉で第一答弁をお答えをいたしましたけれども、周りと人との信頼感、あるいは社会参加に基づく自己肯定感、そういったものを地域のコミュニティの中で一人一人が持っていただくということが大切なことなんではないかというふうに思っているわけです。ただ一方で先ほど来ご質問者が言っておられるように、そういった幸福感あるいは自己肯定感というものは人によってあるいは地域によって差があります。でそうした場合にやはりなかなか均一的に市があるいはコミセンが自治会が働きかけてもなかなか難しい状況というのは当然あると思います。ただそこでやはり防災という観点、あるいは見守りという観点、そういった命とか財産に関わる問題であれば、やはり人としては動かざるを得ないといいますか、やはりそこで動いてみようというふうなことになるのではないかというふうに思いますので、そういった観点も含みながら地域の活動の基盤作りという意味で地域コミュニティの調整を図っていきたいというふうに考えております。大野議員。はい、お答えいただいたように、いろんなその価値観だったりとか、私はさっき聞き上げたように世代によってもいろんな考え方が多分変わってきます。地域に対しての認識も意識も多分違うでしょう。ただやっぱり防災の問題については否定しきれない部分が私はあると思っているので、そこを一つの突破口にぜひ街づくり全体につなげる、でそれがスマートウェルネスなんだというところをもうある意味しっかり道しるべとして示していただきたい、このように強く思います。でそんなことからも関連してですね、今回防災市の総合防災訓練の一つの目標には、今後地域で避難所運営協議会を立ち上げられたらということがあったと思います。で私も地域の中で少し会合も出させていただきましたけれども、行政の呼びかけとは別に住民同士で声かけをしてですね、運営協議会が今後やっていきましょう、
あるいは一緒いろんな連携を取っていきましょうって話し合いがありました。そういうことがあって本番を迎えたので、当日の宿泊訓練で落合中の体育館の宿泊訓練での避難所運営、その時の代表なり副代表なりは実はスムーズに決まりました。やっぱりそういう前提があったからできたんじゃないかなと思うんで、副田部長とかも非常に一生懸命いろんなことを仕切っていただいて大変だったと思うんですけども、しかしそういった住民が自発的に動く人たちがいたので、まだそこは良かったのかなと思います。でそんなことも含めてですね、避難所運営協議会が立ち上がった場合ですね、今後避難所運営に限らないでいろんな災害時の助け合い全般ですとか、あるいは防災全般にわたっても、それぞれの自主防災組織っていう単位だけじゃなくて、そこで連携を取って面的にですね、もうちょっとそういうところの共同作業をもっと増やしたらいいんじゃないかと思います。例えば一緒に合同防災訓練をやることの方をやっぱりやっていただくとか、そういうことで一個一個の自主防災組織でやれないところも出てきてると思うので、なるべくそういう連携を取れるような取り組みがあれば避難所運営にも結びつくし、コミュニティの情勢にも結びつくし、非常にいいなと思うんですけれども、そのあたりの考え方についてはいかがでしょう。中村総務部長。まさに今回総合防災訓練を通じて3カ所で避難所運営協議会の設立ということで、できれば年度内に3カ所設立したいというふうに考えてございます。でこの目的はやはり避難所を、いざ大規模災害時が発生したときに運営するということが大きな目的なんですが、それ以外にやはり近隣の自主防災組織の顔の見える関係をもう日常から作っていくということが大きな目的だと思っております。協議会が作って、それが避難所の設営だけではなくて、今ご提案ございました地域での合同防災訓練であったりとか、さまざまな地域の友好関係がこれによって築けるというふうに思っております。そういう意味の一つの母体としてですね、避難所運営協議会とはなっておりますけれども、日々の防災の訓練からさまざまな今ご提案ございました地域のスマートウェア地域の取り組みですか、そういうことも意識した中でこの協議体がですね、さまざまな取り組みができればというふうに考えてございます。大野議員。それではまたスマートウェルネスに関係することで具体的なことでお伺いしたいんですけども、スマートウェルネスシティに関わっている自治体の中ではeウェルネスシステムについての取り組みをされているところもありますよね。つまりデータをいろんな地域の健康データをしっかり解説してですね、必要な政策をやっぱりきちんと証明していこうという取り組みだと思うんですけども、本市の場合もスマートウェルネスを推進する中では当然そういったことについても考えていかなきゃいけないと思うわけですが、現状ではそういうシステムの導入についてはどんなふうに考えていらっしゃるのか、またマイナンバーの問題なんかも出てきたりしてですね、いわゆる個人情報のセキュリティの問題っていうのはいろんな意味で今問われている時期ですけども、同様にこのウェルネスをもしやっていくんだとすれば、そういったもののセキュリティ対応はどう考えているのか、また今いろんな健康情報っていうものがあると思うんですけども、そういったもののシステムとの関連について合わせてどう運用しようとしているのか、もし今お考え方向性があれば教えていただけたらと思います。新井健康福祉部長。今ご質問があった ウェルネスシステムでございますが、これは視察に行かれた見附市さんで導入されているシステムというふうには承知してございます。で、健康スマートウェルネスシティを進めていく上では、経験値とかそういうものではなくて、科学的なデータに基づいた取り組みが今後必要だろうということで、大きく地域全体のシステムとすれば健康クラウドシステムというのがございます。で、個人にアプローチするシステムとして e-wellness システムというものがあるというふうに理解をしているところでございます。で、セキュリティのことでございますが、このことについては今非常に重要視されてございますので、
こういうセキュリティがどのように守られていくのかということも含めて、今現在システムの構築にあたってはどのぐらいの費用がかかるのか、あるいはどういうような結果が導き出せるのか、そういうことも含めて、この eWellnessT だけではなくてですね、いろんなシステムが今現在ありますので、そういうものも含めて今検討をしているところでございます。大野議員。あと住み替え誘導に関係するようなことについてもお尋ねさせていただきましたけれども、確かになかなか行政が市が直接どうこうというのは難しいと思います。ただやれることをきちんと紹介していこうという姿勢は評価したいと思いますし、今後も特にこの地域においてはそういったことについての情報が必要だと思いますので、ぜひ力を入れていただきたいと思いますが、ただ一方で現実的に住み替えとかのことができるような人たちっていうのはここ10年20年で簡単にあるかというと、私はそうは簡単にいかないと思っています。将来的にはそうなるかもしれませんけれども、どんなにしたってやっぱりここ10年20年は、例えば今駅から離れたニュータウンの団地に住んでいる人たちはそこを次の住処として考えて当然暮らしていこうと思うし、その中でできることをなんとかやってもらいたいって思いが強いと思います。ただハード面で一気にいろんな問題が解決するのはやっぱり困難だと思うので、現実的にはやっぱりソフト面、特にスマートメンシティの構想があるんだったら、それをどう具体的に地域に生かしていけるのか、どうその人たちが少しでも不便を減らして暮らしていけるのかっていうことだと思うんですけども、そういった視点から実は話は飛んじゃうかもしれませんが、例えば公共施設見直し方針なんかやってる背景としてはですね、そういう街づくりを準備しなきゃいけないっていうことが私はあるんだと思ってるんですよ。で、もしそう思ってるんだったら、もっとそれをしっかり打ち出して、そういうことの過程もしっかり住民にも見てもらいながら理解を得ながら進めていくっていうことが今後の街づくりの方向性としても求められるんではないかと思うんですけども、その考え方についてはいかが思われるでしょうか。渡辺施設整備担当部長、施設政策担当部長です。さまざまなこれから将来にわたって必要になってくる地域ニーズ、どういうふうに応えていくかというところはあるかと思います。私どものプログラムの方の観点から言うならば、これから新たな必要になってくる機能に関しては、現行存続される公共施設の機能転換等もあるかもしれません。また集約された中での土地等を利用した民による施設整備というようなこともあるかもしれません。そういう部分では広くそういう可能性を検討しながら、公共施設の方の見直しまたは更新と行っていきたいというふうに考えているところでございます。須田都市整備部長。私の方からは主にハードの関係、なかなか難しいというお話を今いただきましたけれども、確かに時間かかる部分というのはございます。ただ今ニュータウン再生の検討している中でもですね、特にスマートウェルネスの関係で言えば、歩くことあるいは外出すること、そういったことが楽しくなるような街の中に交流が生まれる都市環境の整備を進めると、そういったような方向性を出せないかということで今検討をしているということでございます。例えばいろいろな複合的な施設がなるべく身近なところで集まれるような、そういう仕掛けというのができないだろうかといったようなこと、あるいは道路、遊歩道を含めてですね、今よりもさらに歩きやすいような、歩きたくなるような、そういう魅力があるような形で整理ができないか、お金も時間もかかる問題もございますけれども、そういった方向性をぜひ共有しながらですね、施策として打ち出せるようなことになるように意見としてまいりたいというふうに考えています。大野議員。適切な表現じゃないかもしれませんけれども、例えばいろんな今公共施設やいろんな市のサービスのことでご意見がある人たちが、実は年をさらに取られていろんな福祉サービスの切実さを感じるようになったときに、実はもっとこういうことが今からやれとけばよかったなって思うことが出てくるかもしれない。そんなことも含めて私は行政が今からそういうことをしっかり勇気を持ってね、進めていく姿勢を打ち出すべきじゃないかなということを思います。以上です。大野正樹議員の一般質問は終わりました。次に本間俊恵議員の発言を許します。
21番本間俊恵議員。21番本間俊恵です。通告に基づき1問質問させていただきます。1、住み慣れた我が家での療養、看取り、低温死について、超高齢化を見据え、リハビリなどの需要の変化に対応する病床を再編するために、都道府県は今年度から10年後の医療需要を推計して、効率的な医療体制の供給を目指す地域医療構想策定に乗り出しています。団塊の世代が75歳以上となる2025年をに備え、持続可能な医療サービスを維持していくには、ニーズに応えた効率的な医療体制の再構築が避けては通れない課題です。その意味で、医療機能ごとに必要な病床数を定める構想の実現は急がねばなりません。構想では、必要な病床数を高度急性期、急性期、回復期、慢性期、それぞれ定期づけはありますが、4つの医療機能ごとに示すことになります。現在、全国の医療機関の病床は、重症患者や救急患者向けの高度急性期と急性期を合わせると6割を超しますが、回復期は約1割に過ぎません。しかし、今後、高齢化が進展することで、骨折や肺炎を含めた高齢者特有の医療ニーズが増え、全体としてリハビリを行ったり、自宅に戻れるように治療する回復期の病床の需要が拡大していくと予測されます。そこで現在提供されている医療体制と将来の医療需要との開きをいかに埋め、適切な医療体制の再編を進めていくかが構想に期待されます。都道府県は病床機能の転換を促すため、調整会議で医療関係者と協議した上で基金を設けて支援を行います。ただし、各病床の再編は病院の経営に直接絡む問題であり、構想の実現が難航する場合も想定されます。実効性のある内容とするためには、医療関係者らが協議する地域医療構想調整会議の場で粘り強く合意を形成する主体的な関与が欠かせません。構想策定の早期の段階から関係者の意見を反映させていくために調整会議を設置する 自治体もあります。一方、人口減少に伴う病床数の削減も構想の策定作業で議論となります。内閣府は検討材料として41道府県で最大20万床の病床が不要になるとの推計を公表しています。病床が過剰であれば見直しは必要です。しかし、病床数が不足して行き場を失う患者が出るようなことがあっては本末転倒です。その中で在宅療養などの受け皿作りが不可欠となります。また介護保険の地域支援事業として在宅医療介護連携推進事業を平成30年4月までに全ての市区町村で実施することになっています。事業項目としては、あ、地域の医療介護の資源の把握、い、在宅医療介護連携の課題の抽出と対応策の検討、う、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進、え、医療介護関係者の情報共有の支援を、在宅医療介護連携に関する相談支援か、医療介護関係者の研修と付け加えさせていただきます。き、地域住民への普及啓発、く、在宅医療介護連携に関する関係市区町村の連携、多摩市でも対応を急がれるところです。上記を踏まえ、以上以下、質問いたします。括弧1、在宅医療介護連携推進事業上記赤らく8項目の現在の進捗状況と取り組み方についてお伺いします。括弧2、括弧1の今後の課題についてお伺いします。括弧3、高齢者宅から処方された飲み残しの薬が大量に見つかる事例が社会問題化しています。厚生労働省は
来年度から残薬解消に向けて複数の診療所や病院で処方された薬をまとめて管理し、患者への適切な服薬指導を行うかかりつけ薬局の普及が求められています。市の見解をお伺いします。4、人生の最終期の過ごし方や亡くなった後のお葬式やお墓のことを生前のうちに決めておく終活という言葉が注目されています。高齢者のみ世帯や単身世帯が多くなる中、人生の最終章を一人で迎える可能性がある方も増え、尊厳ある最後をどう迎えるかは大きな問題であります。しかし現実にはその選択肢はなく、在宅医療を進めるにあたっては並行して取り組むべき問題と考えます。終活、併用紙について市の見解を伺います。以上、ご答弁いただいた後、必要があれば再質問をさせていただきます。安倍市長。それでは本番議員のご質問にお答え申し上げます。1-1についてお答えします。本市では高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅療養生活を続けることができるよう関係機関が集まり、在宅療養と医療介護連携に関する実態の把握、課題の抽出及び解決策等の協議を行い、医療介護の連携を進める多摩市在宅医療介護連携推進協議会を平成27年度から設置し、1回目の会議を7月に実施しました。会議ではご質問のアからクまでの項目について、各機関の取り組み状況と医療介護連携における課題の共有化を図りました。この中で、あの地域の医療介護の資源の把握については、行政情報だけでなく、宅配弁当や便利屋等の民間情報も含めた地域資源をまとめた独自のマップを作成したこと、うの切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築の推進のため、連絡帳の利用や連携会議の開催などを実施したこと、かの医療・介護関係者の研修については、各機関が独自に研修を実施し、関係機関に周知を図っていることなど、各機関がさまざまな取り組みを行っていることを確認しています。2についてお答えします。1回目の会議において、各機関が連携を図るために、さまざまな取り組みを行っているという結果は、共通理解されましたが、一方で、介護側は医療側の敷居が高いため、情報が聞きにくい、医療者が使う専門用語がわからないという異職種間の連携に関する課題、また、退院後、在宅生活をスムーズに行うための病院側と在宅側の連携が不足しているという、退院調整における連携の課題等が挙げられました。また、これらの課題を解決するために、コーディネートする機関や機能がないという点も指摘されました。今後、本協議会にワーキングチームを設置し、これらの課題について具体的な検討を図っていきます。3についてお答えします。高齢化が進む中、国では調剤薬局の在り方として、患者の服薬状況を一元管理しながら、地域包括ケアの推進などの役割を一体的に果たすかかりつけ薬局制度について検討しています。かかりつけ薬局は、在宅医療における残薬管理、副作用のモニタリングなど、医師、薬剤師、看護師などで構築されるチーム医療の中で役割を果たすことが求められているとされています。本協議会には、多摩薬剤師会から選出された委員も参加していることから、今後、本制度について情報収集していきます。4についてお答えします。本年8月末に本市で在宅医療を受けていた単身高齢者の方が、ご本人の希望により、ケアマネージャー、ホームヘルパー、主治医の方々に看取られ、自宅で亡くなりました。在宅での看取りについては、本人や家族の医師と看取りを支えるかかりつけ医等の体制整備が必要です。また、認知症の高齢者が増加が予測される中、成年後見人制度等、法律面や生活面で保護、
支援する体制も必要です。今後高齢者が増加する中で高齢者一人一人の尊厳の保持と自立生活の支援を目的とし可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう成年後見人制度の利用方法の周知をはじめ医療介護に携わる多職種間の連携を図り地域の包括的な支援サービス提供体制の構築を推進していきます。以上です。本間俊恵議員、ご答弁ありがとうございました。それでは再質問をさせていただきます。先日視察に行った横須賀市では在宅療養の充実に向け2011年度4年前から医療と福祉の両分野の関係者が連携を深める連携会議を開催しています。人口42万人多摩市とは規模は違いますが、市内4ブロックに分けてブロック内の複数の医療機関が在宅診療をカバーし合う体制づくりを進め手厚いケアをつなげています。横須賀市では当初行った高齢者福祉に関するアンケート調査の中であなたが病気などで人生の最後を迎える時が来た場合最後はどこで過ごしたいですかという問いに自宅と答えた方が 60%、 多くの市民は実は在宅で療養や看取りを希望していると推察されるのに対し現実は 64% の市民が病院で亡くなっていました。横須賀市では今後在宅の療養や看取りを希望する市民が多くなり在宅での看取りが増加すると予測されることを受けて在宅で看取れる体制づくりをいち早く始めていました。多摩市でも住み慣れた我が家で療養したいという方が安心して在宅での療養さらには看取りという選択ができるように地域医療の体制づくりを進めるとともに市民啓発活動が不可欠であると思います。質問の括弧1括弧2の赤楽についてご答弁にもありましたけれども第1回在宅医療連携会議が7月にあり私も傍聴をさせていただきました。これからワーキングチームができて話し合いの中でさまざまなことを決めていくのが基本となりますが先駆的に在宅療養を開始して成功をしている横須賀市の例から学ぶべきところがたくさんあるのではないかと思いましてご紹介をさせていただきながら提案をさせていただきます。1の案のご答弁の中に地域資源をまとめたマップを作成したということでございましたけれどもその結果見えてきた特色とか問題点などありましたらお聞かせいただけますでしょうか。新井健康福祉部長。時間を取らせてすみません。答弁の中でも書かせていただきましたが各機関で、そういうマップそういうものを作られているということはその研修というか会議の中で分かったんですがこれを統一するというか、集めてですね集約した全市的なものがまだ今のところないので今後、こういうものをこの協議会の中で、作成していったらいいのかなというのが一つの課題としては上がってきたところでございます。本間議員ありがとうございました。では、次に参ります。またご答弁の中で、退院調整における、提携が課題連携が課題という答弁でございましたが、医療介護関係者の情報共有について、横須賀市では、退院前カンファレンスシートというのを作成しております。治療を終えて病院から自宅へ退院する際に、病院スタッフから在宅療養を支えるスタッフに適切な情報が漏れなく伝わることが大切であると考えて、在宅療養支援スタッフが
情報共有するためのものを作っております。在宅療養をスタートする前に病院内で行われる会議で活用するためのカンファレンス項目を市内で標準化しているのです。その試みについて市の認識と見解をお願いいたします。新井健康福祉部長。お答えさせていただきます。ケースカンファレンスをしている場合、今、包括支援センターが会議の中心として招集をされているんですが、その際に使用している書式については、多摩市の場合にはまだ統一をされてないというところが一つあります。で、一方ですね、今、私どもの方で地域ケア会議というものを開催しているんですが、その中で、進め方とかまとめ方を、進め方などをまとめたですね、多摩市地域ケア会議運営ハンドブック、そういうものを、作成して、ございます。でその時に、退院後当事者の方とか家族が安心してできるように緊急時の対応や家族支援も含めたカンファレンスを行うことが大事だというようなことなども書かせていただいてますけれど、横須賀市さんと違ってまだうちのところではですね、統一的にすべて同じような書式ではございませんので、今後そういう書式を作ることも必要だというような課題が出ているところでございます。本間議員。カンファレンス事項をですね、市内共通にするということは、市民が退院してですね、在宅生活をスムーズにできるということにつながると思いますので、協議会でぜひ積極的に進めていただきたいとご要望をいたします。また、ご答弁で、介護側は医療側の敷居が高く情報が、聞きにくいということが ありました。横須賀市では、多職種合同研修会で出されたエチケットの種をもとに在宅療養推進横須賀エチケット集というこういうものを作ってまして、本当に細かくいろんな意見を聞いてまとめております。で、この医療と介護の関係者がスムーズに連携していくという国はお互いの立場を理解し思いやりを持って行動することが大切と思われます。職種や職場が異なれば仕事内容も立場も違います。相互の信頼関係を深めて気持ちよく仕事ができるように、例えば専門用語は使わず分かりやすい言葉を使いましょうなどの知っておきたいマナーや気をつけたいエチケットをまとめています。これも非常に参考になると思いますが、市の認識と見解をお伺いいたします。新井部長。今ご質問者からあった横須賀のエチケット集っていうのを私もダウンロードさせていただいて中を見させていただいてございます。で非常にですね、これは当たり前のことを当たり前のようにやるときに、それぞれ職種によってなかなかこう聞きにくいというか言いにくいということを、それぞれの立場からですね、意見というかその配慮してほしいことをきちんとまとめられていると。で、ただまとめているだけじゃなくて、これを使いながら少しずつまた改良していくという、そういう、切磋琢磨っていうんではないんですが、そういうこともされているというふうには聞いてございます。で、私どももこういうものをですね活用して、できるだけその職種間の垣根を低くしていくということには努めていきたいと思いますし、そのためにはやはり研修体制、こういうものをきちんと開いて、お互いに何が今課題なのか、そしてどうすべきなのかで、それをやるにあたっては何が足りなくてどうしたらいいのかというのをお互いが持っている情報を出し合っていただいてですね、行政もその中に入って一緒にこう解決していく、このことは
最終的には私どもが今進めているスマートウェルシティの最後の最後がここになるんだろうということで考えているところでございます。本間議員、しっかりダウンロードしていただいたということで良かったなと思います。各種協議会で意見を出し合ってですね、しっかりと進めていただきたいと要望いたします。次、課の医療介護関係者の研修についてです。また横須賀市の例ですけれども、多職種合同研修会、ケアマネージャー、ヘルパー対象研修、病院の職員向けの在宅医療セミナー、これは出前でやっております。在宅医同行研修など医師会と連携してさまざまな研修を行って全体的にコーディネートをされています。多摩市の認識と見解をお伺いいたします。荒井部長。残念ながらですね、多摩市ではまだそこまで進んでいないのが現状でございます。ただ、横須賀市さんの例があるようにですね、そういう同型だった研修、こういうものを、この協議会の中で、各関係機関の方とよくお話し合いをしながら、一日も早くこういう研修ができるような、仕組み作り、そういうものに、進出してまいりたいというふうに考えているところでございます。本間俊恵議員。多職種の方々がですね、自信を持って在宅医療介護できるようにお願いいたします。次、期の地域住民への普及啓発では、在宅療養医で活躍されている方を講師に迎えて在宅療養シンポジウムを行ったり、まちづくり出前トークとして市職員が町内会等に出向き、終末期医療などについてトークしたり、市民が在宅療養について考える動機づけをしています。中でも市民が在宅看取りについて考えるきっかけになる在宅療養ガイドブック、最後までお家に暮らそうというこういったものなんですけれども、そういうものを当初1万部作成、今年度は増刷 をされています。これは具体的なエピソードを入れて在宅療養、看取り、リビングウィルのことなどが分かりやすく掲載されています。また、昨年は、こういった形で広報誌に、最後の時あなたはどこで療養したいですかというテーマで、見開きのページを大きく使って勇気ある啓発活動をしています。この多種多様な啓発活動について市の認識と見解をお伺いいたします。荒井部長。市内の中で在宅、療養というかそういうことに、取り組んでいるのが、帝王会さんと恵み会さんという、医療機関がそれぞれそういう在宅医療のところでは、非常に先駆的に取り組まれてございます。でそちらの医療法人さんは、市民向けにですね、いろいろ研修会というかそういうものも開いて、今のようなお話のことについてもですね、市民向けの講演会等も開いている実績がございます。でただ、市としてもですね、私どもとしても、去年26年の2月の2日に、介護保険フォーラムということで、そういう平穏誌ということを書いた、石飛幸三先生にも来ていただいてですね、お話をしていただいていることがございます。で今後やはり私どももですね、横須賀さんのように一面を使って国交法でというお話がございますが、私ども も、エンディングノートというか、就活そういうものについては、何らかの形で、市民の方に広報、だけじゃなくてですね、知らしめることは今後、検討しながらやっていきたいというふうに考えているところでございます。本間議員。多摩市でも前向きにご検討いただきたいと思います。横須賀市では在宅医療介護の連携が進んだ理由を5つ挙げています。
1、医療から介護にアプローチしたこと、2、関係者に市の思いが伝わったこと、3、医師会と連携ができたこと、4、できることから始めたこと、5、どんな案も排除せず検討したこと、ぜひ市と、医師会とご一緒に横須賀市へ視察に行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。内部長。医師会と一緒に視察をということでございますが、これは先方さんのご都合もございますので、お話をですね、させていただきたいと思いますけれど、今現在多摩市の医師会さんとは、月1回定例の会議を持ってですね、それぞれの情報交換を綿密にさせていただいて、この医療と介護の連携、このことについては本当に、医療と医師会と行政が一緒になってですね、取り組んでいこうということはお互いに認識をしているところでございますので、今日お話があったことについては医師会長さんにもお話をさせていただきたいというふうに思います。本間議員。医師会の会長さんがですね、この横須賀の話をしたときにですね、ぜひ一緒に行ってはいかがでしょうかという話をさせていただいたときに、市の方で誘っていただければ私はいつでも行きますと言っていただいております。ぜひですね、このご協力的な医師会の会長をはじめ、市内のお医者様方との信頼関係をですね、しっかりと作っていただいて、団結の多摩市在宅医療介護連携の推進をお願いいたします。かっこさん、かかりつけ薬局の普及についてですが、ご答弁いただいたように本協議会でも課題にしていただきたいと思います。特に複数の医療機関を受診する高齢者は多くの薬を処方されるケースが多いため、薬を一元管理するかかりつけ薬局を持つことが重要になります。一つの例ですけれども、埼玉市内に3店舗を展開する薬局では、早くも1992年の開業時から地域のかかりつけ薬局を目指して活動を進めてきました。特に1995年からは、患者宅で服薬管理・指導する在宅医療支援を地域でいち早くスタートさせました。日常業務の中で利用する患者の薬の情報をお薬手帳をもとに問診し、一元管理することで薬の重複や残薬の調整、飲み合わせによる健康被害を防ぐことに気を配っています。中でも薬剤師が患者宅を訪問したとき、家の押し入れに処方された漢方薬が飲みにくかったという理由で、段ボール3箱分の残薬があるのを発見したことがあるそうです。かかりつけ薬局の重要性について、薬剤師の仕事はただ薬を調剤して渡すだけではありません。医者に怒られるから飲んでいないなんて言えないといった患者の心情も察しながら体調を聞いていく、適切で丁寧な服薬指導をすることで患者の健康を支えるのが大切な仕事ですと強調されています。本協議会に参加されている薬剤師の委員の方からの情報収集ということで、その加えてですね、協議会においてしっかりとそのことも話し合っていきたい、いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。新井部長。私は医師でも何でもないんで、なかなかこう答えにくいところでございますが、本の中ではですね、あるお医者さんが、その薬の量というのは、成人の男性というか、そういう人たちを基準にしながら、量をこう出していると。ただ高齢者の場合にはだんだんその表紙カロリー数も違ってくる、体重も減ってくる中では、果たして同じように出していいのかどうかというような見解をお持ちになっている方もいらっしゃるとは聞いてございます。で、今あったように本当に薬が
山積みになっているというご家庭もあるとは聞いてございます。で、ただ多摩市内の薬剤師さんの中でもですね、薬局さんの中でも、まあ、一部そういうふうに、点検をしてって、まあ、そのお医者さんの方にちょっとお薬が多いんじゃないかというようなお話をされている方もあるとは聞いてございます。で、まあ、どちらにしてもですね、これからの医療っていうのは、まあ、お医者さんを中心にチーム医療というものが非常に叫ばれてございますので、まあ、薬事剤師さんあるいは、まあ、歯科医師さんとかいろいろな方たちが携わった中でその方により適切な医療が提供されるようなことを、まあ、この協議会の中でもいろいろとご意見を出していただいて、まあ、本当に団結玉じゃないですけどそういうふうになっていただければというふうに考えてございます。本間議員、しっかりと進めていただくようにお願いいたします。括弧4、就活平穏市について、この在宅療養のことを知りたくて、横須賀市のまずホームページを見たときに、先ほど紹介いたしました、最後までお家に暮らそう、お家で暮らそうを読んで本当に 目から鱗が落ちた思いでございました。この横須賀市 のホームページから取れますので、ぜひ皆様も一度読んでいただければと思います。また、横須賀市に、視察に行ったときにですね、お勧めいただいた書籍の中で、昨年先ほどご紹介ありましたけれども、多摩市のセミナーで講師をしていただいた世田谷区立特養のろ過ホームの常勤配置医である石飛幸三先生の、著書平穏市の勧めがありました。その中の一部をここで紹介をさせていただきます。人間は本来口から食べたものによってエネルギーを得て生きています。ところがだんだん年をとって体が弱くなってくると、ついには食べることができなくなります。そうして昔は自然に静かに息を引き取っていました。人間も他の動物もそれは当然のことでした。しかし現在誰かが一人で死んで、静かに死んでいると大変です。マンションの自室で、老人の孤独死と新聞にデカデカと報道されます。福祉国家でこんなことがあってはならないのです。なぜこれが大事件になったのでしょう。今は口から食べなくても生きていく方法があるからです。高カロリー油液の点滴、それに加え最近は胃ろうが増えています。食べられないことイコール死という前提が崩れました。これは元来病気の場合の応急処置でした。しかしこれが老衰の場合にもいろいろな事情や思いで使われ出したのです。体がもう栄養を受け付けなくなった場合にも、家族は命を伸ばすことをしないのは悪いことをしているような気がして、これらの処置が本当に本人のためになるかどうかわからないまま、医者から言われてそれに従っているのです。不自然なことをしてまで生きていたくない、自分には寿命が来たのだからもう結構ですと、意識がちゃんとしている人なら言えるでしょう。しかし現在日本では高齢化に伴い認知症が増えています。85歳以上の人では4人に1人がそうです。全国で認知症の数は200万人に達し、30年後はその倍になると言われています。これは現在ですね、462万人、10年後は700万人、65歳以上の高齢者のうち5人に1人は認知症とも言われております。で、認知症で困ることは徘徊とか所構わず排泄するとかのいわゆる問題行動だけではありません。食べ物が飲み込む際に誤って気管に入ることです。すると誤嚥性肺炎になって病院に入院します。認知症の人は胃ろうなんてやめてくれと意思表示をすることができません。家族は見殺しにできないと思い胃ろうをつけることを承諾します。我が国では老衰の終末期においても病院で亡くなる方が 80% に及びます。同時に胃ろうをつけてホームに帰ってきて寝たきりになる人が増えます。人はいつかどこかで何かの原因で命を閉じる時を迎えます。誰にでも訪れる人生の終末期を
どこで迎えるのか、医療と介護を受けながら住み慣れた我が家で暮らす在宅療養も一つの選択肢です。いざという時に慌てないように、そして自分らしい人生を生きるために、人生の終幕をのことを考えておきたいものですとありました。先月現実に私のご近所で亡くなったおばあちゃんの娘さんからですね、同じような話をお伺いしました。それは昔はですね、家族でみんなで同居しておばあちゃんと住んでいて、で認知症がひどくなってホームへ入所しているときに誤嚥性肺炎を起こして胃ろうをつけました。そして意識がほとんどないまま苦しそうな息をして生き続けていたおばあちゃんの顔を思い出すと、これでよかったのかなって、釈然としないご様子でありました。そして私の母、86歳で認知症ではありませんけれども、先月肺炎で2週間入院をいたしました。私もですね、いつ認知症になるかもわからないです。みんな一言ではないと思います。この石飛幸三先生の考え方について、死の認識と見解についてお伺いいたします。新井健康福祉部長。石飛先生のことについて死の見解というところでございます。これはちょっと死の見解というよりは、私個人としてお答えをさせていただきたいと思いますが、今回ご質問いただいて、平穏死のことについて、私の方も、横須賀さんの方のいろいろなものをダウンロードさせていただいて読ませていただきましたし、石飛先生の方の著書についてもですね、読ませていただきました。で、その石飛先生がおっしゃるのは、高齢者の人に色をつけると、で、苦しそうな顔をしているということの中で、色が全て悪いわけではないけれど、やはり人間、自然の自分の持っている生命力、これでやはり生きていくということが非常に、その人間の尊厳というんですか、そういうものを大切にしていくんではないかと。だから安易に胃ろうという形で栄養を出すだけではなくて、本当にそういうものではない自然な、その老衰というか、そういうことも大事ではないかと。で、今の胃ろうの仕方というのは高カロリーで一定程度の量を入れていますけど、先ほどもお話しさせていただいたように、高齢者の方たちっていうのはだんだん体重も減っていくし、そういう消費していく量も少なくなってくると、そうなるとかなり、国が定められた量より少なく入れていく、常にこう点検しながらやっていく必要があると。なかなかその辺では、お医者さんの中でもそういうことに経験がある方も多くはないと。だから、その見とる家族としてもですね、一定の覚悟は早い段階からその方と一緒に考えていくことが大事じゃないかというふうに石飛先生はおっしゃっているというふうに私は理解しております。本間議員。ありがとうございました。では、またですね、自分の意思を伝える、リビングウィルについてですけれども、リビングウィルというのは、現在の医療では死が避けられない状況になったときに、自分はどのような医療を受けたいのか、あるいは受けたくないのかをあらかじめ、明記していく文書です。例えば不慮の事故で植物状態になった場合や、がんの末期などにただ単に死期を引き延ばすためだけの延命処置を希望せず、安らかな死を迎えたいという尊厳死などの希望を書いておくことが一般的ですが、可能な限り延命措置や医療を受けたいなどの意思を伝えることも可能です。日本では、今のところ法的効力はありませんが、記入内容を尊重してくれる医療機関も増えています。自分の意思を確認し、自身が望む人生の終末を迎えたいと望むなら、
リビングウィルの作成について検討するのも良いかと思います。リビングウィルと同様の使い方をするものに事前指示書やエンディングノートがあります。もちろんリビングウィルの内容については医師やご家族ともに話し合って理解してもらうことが大切です。医療の水準は日々進歩しています。自分の気持ちも変わります。リビングウィルを作成したなら定期的な見直しをすればよいということです。リビングウィルについてどのような認識をお持ちでしょうか。新井部長。今本間議員の方からあったリビングウィルについてはこの横須賀市の最後までお家で暮らそうの中にもしっかり書かれてございます。で、どのような見解だということでございますが、本屋さんに行くとですね、リビングウィルというのはエンディングノートとかそういうものがかなりここのところ陳列されているというか売られてございます。ですので、本当に地域包括ケア、ちょっと話が飛びますが、地域包括ケアシステムを進めていく中で植木鉢の絵が出てくるんですが、植木鉢の絵がで、その一番下のところにですね、本人の生き方というか支援を受け方っていうのがきちんとやっぱりやっていかないと、そのいかにその支援するところがあったとしても、きちんとしたものがご自分が望まれるものがなかなかこう提供されないと。だから、その延長上にこういうリビングウィルもあるのかなというふうに考えてございます。ですので私どもも、この協議会の中で、こういうその最後のところをどうやって迎えるかということも在宅医療を進める中ではやはりこういうものも準備していく必要があるということを協議しながら、多摩市の関係者の方にもですね、いろいろ検討していただいて、どのように進めていったらいいかということを、今後検討させていただければというふうに思います。本間議員。ありがとうございました。多摩市においてでもですね、エンディングについて非常に重要と感じて、エンディングコンサルタントそして無料の出前講座などをされている市民の方がいらっしゃるのをご存知でしょうか。新井部長。お名前の方はでございますが、こちらの方の関係をされた方で、今社会福祉協議会の方でも、頑張られている方で、私のところにもですね、私はこういうことを今してるんだということで、そういうリフレットをいただいた経緯がございますので、その辺は承知してください。はい、本間議員。こんな形でですね、こうエンディングされて、もう本当にボランティアのような形でやってらっしゃいますので、ぜひそういう方も利用していただければと思います。ですね、元気なうちに、自分の終末期のこと、遺言、お葬式、お墓のことを決めて書面にしていくことは自分のため、家族のためになることです。特に、高齢者の方はエンディングについて関心がある方がたくさんいらっしゃいますけれども、どうすればいいかわからないという方もいらっしゃいます。また若いうちに、本当に関心を持っていただくということが本当に大切だと思います。エンディングコンサルタントの協力をいただいたりですね、あと公民館と連携して企画を立てるなどですね、工夫をもう考えられますけれども、市の見解をお伺いいたします。新井部長。ご提案ありがとうございますというか、私どもの方もですね、やはりそういう公民館とかそういうところと連携をしながらこういうことについて取り組んでいきたいということで、今調整の方を図らせていただいているところでございます。本間議員。ありがとうございました。前向きに進めていただくようにお願いいたします。多摩市でも、選択肢として在宅療養を選ばれて方には安心して最後まで自宅で療養生活を送れることができるように、
医療と介護の関係者が連携して支援するための取り組みを充実していただくようにお願いいたします。私の愛読書名言100選の中では、死を真摯に見つめることは生命という最も根源的な課題を見据えていく重要な契機となる、そしてそれは生命の尊厳への自覚を促してやまないとあります。尊厳ある死について凝視する勇気が求められている時が来ているのではないでしょうか。最後に、市長としてご意見ご感想があればお伺いして、私の一般質問を終了させていただきます。安倍市長、今日は質問者からですね、いろいろ平穏市含めて非常に私も質疑を聞いてて、新井健康福祉 部長も大変な答弁をされているなと思っておりました。本当に おっしゃられるように、今お年寄りの一人暮らしの方が本当に増えておられていて、かくいう、私の母も一人暮らしですし、そういう意味では一人暮らしの方が非常に多い。で、そうした中でやはり今おっしゃられたように、尊厳を持ってですね、人生のそのエンディングをどう迎えていくのか。で、それについてやはり行政が今本当にこれまで医療介護のまさに狭間の部分でですね、手を差し伸べられない部分、そうしたところについては、これは健康福祉という観点からだけでなくて、普通にごく当たり前にこれからおっしゃったように考えていかなければならない課題だと思っています。私も祖母が三多摩地域では初めての女性の医者、女医でもあったということから、よく子どもの頃は一緒におりましたけれども、いわゆる当時は病院で亡くなる方というのはもう2割ぐらいで、ほぼ8割ぐらいがご自宅で、でしょっちゅう何かあれば往診箱を持ってですね、自転車に飛び乗って出かけていき、で本当にご自宅で臨終を迎えるというようなことがごく普通に会話の中であったということを覚えています。で、それはやはり日頃からただ顔の見えるそういう地域の中の関係というものが当時はかなり密であったということもあって、また医療関係者との関係も相当親密だったからこそできたのかなと思います。今の時代同じようなことを求めてもかなり難しいだろうと思います。で、そうしたことも踏まえてですね、やはり本当に私自身も在宅で本当にこれから先しっかり多摩の町の中で老いを迎えられる、そうした仕組み作り、その点について今日は多くのことを学ばさせていただいたと思っております。ありがとうございます。今日のいろんなあれを糧にですね、さらに前へ進めていきたいと思っております。以上です。本間俊恵議員の一般質問は終わりました。お分かりいたします。本日の会議はこの程度にとどめ宴会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて宴会することに決しました。本日はこれにて宴会いたします。